ドリームチェイサーです。今回はこちら、秘密のココタマの体温計の神様ホットニーが発売されていたので買ってきました。こちらのホットニーはココタマ遊園地でもらえたものと同じものになりますね。これがこのような体温計や注射器などなどのセットで今回発売されました。本当にちょっと待つだけで手に入れられたので嬉しいなと思っています。はい、セット内容は体温計の神様ホットニー、秘密の契約書、診察台、椅子、ストレッチャー、カルテボード、カルテ、体温計、注射器、薬瓶2本、カプセル、トレイ、取扱説明書となっています。こちら細かいパーツがたくさんなんですが、こちらのストレッチャーにうまく収納できるのか、収納して飾るときにどんな感じになるのか、ちょっとチェックしていきたいと思います。では早速開けていきましょう。はい、では取り出していきます。こんな感じでココタマ契約書が入ってますね。あ、これがカルテですかね。ちっちゃい。これはちょっとなくしそうだな。はい、これも周りの部分切る必要がありそうですね。はい、では開けましょう。はい、あ、台がこんな感じで外れるようになってるんですね。そしてホット兄ちゃん、はい、これは椅子ですね。とこちらの細かいものを見ていきましょう。外すときはどうするのかな。クッと下から押せば取れますね。こんな感じで外れます。はい、こちらカルテとカルテボードですね。カルテ取り出してみたんですけれども、すっごい小さいんですね。ただこのカルテボードにちゃんと挟まるんです。落ちないんです。絶妙な厚さ、すごい。はい、こまっくりというところにチェックが入っていて、はい、カルテになっています。すごいですね。ホットニーが持つような大きさに、ちょっとまあ大きめですけれども、こんな感じのサイズになっています。すごい。そしてこれはストレッチャーにここに乗せるのかな。注射器もあります。周りには何も貼ってないですね。はい、どこかな。これは中にしまえるんですかね。もうしまっちゃっていいんですかね。これお薬はこんな感じになっています。特に何も書かれてないですね。これは立たせるのは無理かな。はい、こちらはカプセルのお薬になってますね。はい、そしてこちらはトレイですね。と体温計になっています。トレイは薬を乗せておく感じかな。注射器を乗せるのかな。はい、中に全部しまい込めちゃいそうですね。一旦ちょっとしまってみましょう。しまって、あ、ちょっと。はい、椅子に座ってもらって、カルテぐらいは上に乗せたとして、あ、これが一番収まりいいんじゃないですか。もうザザーっと入れちゃって、上からこうかぶせるだけですね。このカルテボードも入るかな。入るとちょっと締まりが悪いかな。あ、浮いちゃいますね、やっぱり。このカルテボードは出しておいた方がいいみたいです。そうするとこのようにきちんと収まりますので、しまうときはこんな感じがいいかもしれないですね。はい、こちらバッチリ元気そうなラキタマなんですが、まあ、具合悪かった時にはこのように台に乗せてあげて、ストレッチャーで運びますっていうこともできますね。それぐらいのちょうどいい大きさになっています。本当に、はい、可愛いですね。台の上に全部乗せるとこんな感じです。いい感じにディスプレイできますね。このトレイの上にはお薬と注射器を乗せてみました。そしてこのカルテの脇のところには体温計を入れてみました。そしてお薬ですね。このままそっと、
このストレッチャーの上に乗せることもできます。はい、このようにちゃんとタイヤが転がっていて運ぶこともできます。はい、というわけで今回は秘密のココタマの体温計の神様、ホットニーを紹介しました。では次回もお楽しみに。チャンネル登録よろしくお願いします。以上、ドリームチェイサーでした。また見てね。